それではリオ選手、準備が整いました、はい、試合開始です。来ましたね、ブラックピット、さあディオを破ったこのブラックピットはハートに牙を剥くのか、それともハートはこれを退けるか。最初はまだダメージしっかり取っていきましたね。そうですね、手榴弾からの一確認、うまいです。ここもいいダメージ、手榴弾爆発を釣るための空中下攻撃の固めですか。ここも C4 が刺さってあっという間に 99% ですよ。火力が非常に高いですね。いいダメージを取ってますね。さあただしここからの撃墜拒否がやはりザクレの神髄という部分もありますよ ね, すね。捕まえた、もう飛びすぎてギリギリ届かず、まずは弓で、まあ、やはりスネーク相手にザクレとしても積極的に近接戦はやりたくないというです、ね、そういうメンタル。近接戦は、まあ、中距離であれば非常に無敵判定について圧縮攻撃がありますし、はい、近接も、ね、かなり強い選択肢がたくさん持ってますからね。これは日本が刺さる。さあジャンプを読んで C4 をしっかりと起爆しています。ハートここも下投げからのコンボ、安定ダメージを取っていて、かなりの大きな差が出てますね。手榴弾爆発からのコンボの使い方が非常に見事。いや今のも衛星ガーディアン確認してディレクした今日ですよね。そうですよね、はい、かなり準備してきてますね。着地を読み切ってますね。ここはしっかり投げを通しています。着地狩りの展開でサイファー開かずにすぐ着地、これは設定しますね。サイファー開いちゃうとこの弓がね結構上の方向で当たってしまうと撃墜につながってしまうので、なかなかサイファーで上方向に逃げづらいんですよね。なるほど、ブラピの弓やはりまあね、そうですよね、スピード速くて避けづらいっていうのもありますし、ね、吹っ飛ばしもそこそこあるんで、ピットと違ってしっかり撃墜までできちゃうのが強いところですよね。はい、手榴弾を起爆させながらザクレイは徐々に攻め立てていきますが、いや、いいですね。手榴弾後ろに持ちながらガードすることによって手榴弾後ろの手に持つので相手の攻撃に起爆しやすくなります。ここからの起爆、これで揺さぶりますね。見てますね、手榴弾片目からの揺さぶりがもうめちゃくちゃ多彩。ハートとしては攻める理由がない、そんな試合展開からの C4 を一旦排除してもう一度作ります。時間管理も完璧。 C4 は30秒で起爆してしまうのでね、の残しておくと結構後で邪魔になってしまうので、あの上京をしっかりにおわせたが空中後ろ本当てはしていない。これは着地狩りの展開が、なるほど、そっち側に言いますかですね。ここは見ている、うん、倒しきりました。ようやくです、ようやくです。ここどれだけ耐えられるか。です、もうあと手榴弾1回で渡って掴まれてしまうと、これはうまい、引き、はい、したギリ、ここはなるほど、なるほど、上からではなくもう下ルートで行くことを見越した上での、いや素晴らしいですね。弓矢読みの、まあ、リモコンミサイルの軌道を変えたってことですね。そういうことですよね、はい、上に行くスネークを追いかけていく多段ジャンプならではだが、当然着地しますこのハート。ここでしっかりレッドを確認してますね。先ほども反転手榴弾持ち何回か見てるので、うわ無理、反応早いっすね。早いっす。さあなかなかザクレの起点が作れないままゲームが淡々と進んでいく、そんな試合展開。空中後ろ捕まえたい、またも反対方向に逃げる、かなり攻めの起点がない感じですね。ですね、ザクレとしては結構多段攻撃が多いんですけど、ピットってその多段攻撃をうまく当ててしまうと手榴弾持ちに対して結構起爆を誘発してしまうので、そうですよね、そういった状況で技を起きづらいんですよね。やはりスネーク戦においてヒットストップが伸びて全体フレームが長くなるっていうのはあまり避けたい、好ましくはないですね。弓矢は避けながらしっかりと飛び道具戦を繰り広げてくる、このハート冷静です。空中しろ、ようやく押し切りました。さあ2ストック目よりアドバンテージが少し減ったんじゃないですか。このパーセント差なら1コンボ2コンボぐらいで追いつきそうですね。そうですね、着地狩りもセットでついてくればザクレイとしてはイーブンに並べる可能性は十分に秘めています。弓矢を当てながら、弓矢の当て感が良くなりましたね。 いや、いいですね、この弓矢で 20% 近く稼いでるんじゃないですか。この弓矢は基本的に横方向にしか伸びないんですが、はい、その横方向ジャンプで受けやすいというところのジャンプの部分に置いてますね。そうですよね、結構縦の弓矢を展開してますね。空中後ろ本当たりにはならないザクレイ、危ない危ない、危なかった、わギリギリ、さあ距離をずる、いい下強攻撃、あー今日最後はしっかりその場回避を通しました。さっき見たってやつですね、後ろ向きの手榴弾先生掴みで取っていたので、その掴みに対しても準備が完了したと。いやいや、台の上で着地を読んで回避を選んでいるのなかなかすごいですよ。ただね、透かし行動で今までそんな難度を見せてました、そこそこしか見せてないですよね。なるほどなるほど、しっかりと上京最大利点を当ててくる
まあ、そういったところでね、今何をするべきかっていう判断ですよね。はい、あの考えてますね。さあ、どこのステージがいいのか。ステージを選んでますね。そうですね。挑戦状にしようかな。お、はい。聞こえました。挑戦状ですね。さあ、フォロワースティオンよりは少し狭めのステージ。ちょっとあそこの中央に C4 置かれた時の攻めの手数の減り具合があまり好ましくなかったということですかね。あの状態ってその台の上にだけ攻撃判定あるかと思いきや、実は下の方にまで判定伸びてるんで、そうですよね、基本対応なんですよね。起爆を警戒するともはや地上ダッシュもできないという話ですよね。挑戦状でも台の上に置かれた場合そのような条件になってしまうんですが、ブラックピットの場合弓矢でそれを牽制できるので範囲を結構狭めるという意味ではそういった状況の方が好ましいと思ったんですが、こちらも中央に置いてきましたね。さあ、ディオを破ったこのザクレをハートが捉えるのか。2戦目手榴弾には当然当たりたくないが、うん、C4 ここは当たる。上の方向に非常に伸びますからね。やはりこういったサイ、うわっ、ザクレがダブルアップを狙ってきていた、うん、やはり最上位のプレイヤーともなるとこういった爆発物に対する被弾回数っていうのが非常に少ないのはみんな共通だと思うんですけど、そんな中でもしっかり意識を散漫にさせて当ててくるこのハートですよ。この生成のタイミングの作り方がいいですよね。しっかりとその相手が攻めたくなるようなタイミングで判定しての生成をして持ち直してそれをしっかりとおとりに使うと、はい、自分が殴られた場合のケアにもしっかりできてますね。そうですね、着地のポイント全く絞らせません。このハートのベクトル反転伝承感、これはおそらく暴発空中シルダー先生、なかなか借りづらいところが結構目立つと思うんですけど、あれ着地スキルをゼロフレームにするんですよね。なるほど、なんで着地した瞬間にシールドが展開できてしまうので後スキルが全然ないんですよ。そうですね、まあ、借りに行くと借られてたっていうことは多々ありますよね。おお、空中なんでメテオに対しては受け身が取れましたね。はい、読み合い空中前危ないぞ。ちょっとごちゃついた展開だったが大丈夫だった。読んでいる、空中前起爆しない、しなかった、しないんですね。あれかな、攻撃判定が前の方を見てたんで手榴弾の部分には攻撃判定なかったかもしれないですね。いやー、いい横軸管理でしたね今の。さあ 165% は、あー、これは、いやー、いいラッキーですね。ザクレとしてはかなり美味しい展開ついてます ね。爆弾管理だと特例がおかしくない、なんで。さあ、安全に着地をしてトライザクレ、空中でトラロトシ、一瞬の出来事でしたですね。一気に 108% まで稼いでいった。こういう時にじわじわ出会う時一気に稼ぎ切るのがサクレですよね。空中後ろしっかりと対空取ります。ハートまだ負けていない。さあ、ああ、じゃあ今度はザクレー側が攻める必要がない。いいですね、手榴弾の2個目を投げ返して相手の展開を作らせないようにしますね。手榴弾の投げ返しって非常に重要なテクニックなんです。ここは下強で弓を受けながら、まずはメテオだ、決め切りましたね。地上で当たってしまうと受け身が取れないので確定してしまいます。クレーンキャッチしながら上に投げればいいんだ。なるほど、受け身展開も読んでいて、ザクレー一気にこのまままた火力を取るのか。しゃがみで避けている、うまいですね。攻めてきたのはスネーク側だったが捉えたのはザクレー、横強ガード解除に刺され、手榴弾の起爆が 2.5 秒ぐらいなんですけど、その起爆のタイミングで爆発すぐしそうなところに対しては盾を使ってなかなか爆発しないところに投げられたら投げ返すっていうのを徹底しますね。つまりスネークと同じように時間をしっかりザクレーも把握しているとですね、時間を把握しないと出せない技です。これは今度はガードしています。スマッシュ最大、いやこういうところもやっぱり出てきますよね。出てきますね、なんて言うんでしょう、横強ただ技をガードした瞬間っていうんですか。さあ弓矢、ここは一旦引きます。ダッシュアタック、それを読んでね、ダッシュ攻撃仕掛けましたね。はい、空中読んでますね。そこのルートしかなかった、はい、さあ外に出したザクレー、これは千載一遇のチャンスとなるか。このまま倒しきれれば C4 から、 C4 が痛いぞ、これはいいダメージを得ました。ハート空中へ、またもハート投げて、うわー、これはどうなんの。C4 危ねえ、横行はしっかりジャンプで送れ、危ねえ、もう上行は怖い。あっという間の 92% 下強もダメージはイーブンだ。ダッシュアタック外に出せ、ザクレのターンが終わってしまうのか。爆発を決めようとしている、ただし駆け上がりの読み合いがまだ残っている。怖え、いや怖すぎる。司令団が危ない、しっかり避けてターンジャンプを生かして、
空中しろ、反撃はない。その後前に上げる、早すぎる、とっさの前投げ、下だけ回ったんでそこに一旦置いておいたのが早すぎるが故に変更が間に合わなかった。いやー、心の隙間刺してきましたね。いやはや、じりじりした戦い、たまらん。このマスト、このレベルのプレイヤーでもここまで厳しい展開になると完璧な吹っ飛びずらしっていうのは、ハード選手の追い上げも凄まじいものがありましたよ。下投げからの空中前攻撃ですか。いやはや、ダメージも非常に高く展開もいいと。さあ、1日こうでなくては面白くないというそんな試合になってきましたね。冷静です、至って表情は冷静ですね、はい、ステージのチェックをしていますね。今回配られたネームプレートの裏には選べるステージのルール等が記載されていますので、そちらを見ながらステージを選ぶこともできます。スマブラの歴史とともに大会用の名札が生まれ、名札も進化してるっていう。進化してますよ、さあ一度大きく息をついてザクレ。そうですね、タイスニーヘクにおいては深呼吸が特に大事になってきますからね。3戦目です、これで勝利した方が1。スマブラですか。さあ、ここスネークとしては諸説あると思ってるんですけど、です、ね、どうなんですか。あのですね、このステージスネークにとって良くないのが、あの上強攻撃が台に届かないんですよ。なるほど。なんで基本的にスネーク側が選びたくないステージとされているんですが、ハード選手はしっかり選んできましたね。先ほどやっぱ中央に C4 を置けるっていう状況が好ましかったのかもしれません。なるほど、確かに1戦目ですよね、はい、フォローバスティオンの中央台の C4 はかなりいい仕事をしていたというところで出てきた可能性があると。おそらくフォローバスティオンはもう切られてしまったのかもしれないですね。なるほど、なるほど。さあ、ザクレーは冷静に着手しました。ダンスアタック読んでいたが、その後リカバリー完璧ですね。もう近距離を仕掛けるにはかなり怖いパーセントになってきました。ザクレ電ショッカーで反射しましたか。素晴らしいですね。うわー、ここは持続を残していました。最速打ちにすることでジャンプ上がりに噛み合わせましたね。素晴らしいですね、いい判断。先制シェードのハートです。ここから防御のスネークが見られるかどうか。時間管理も完璧で、医療回避を駆使しながらしっかり崖に捕まって、その後サイファー使って帰ってくる。ここも空中しろ、読んでましたね。判定をしっかりと決め切りましたね。さあ降りられるかどうか。横差しギリギリ勝負風、投げも確定はしない。うわー、足だー、シールド削れてたんでジャンプしたくなるところでしたが、そこには上スマッシュが置かれていたと。相手の精神状態を完全に読み切っています。ザクレ飛びの運戦がまた展開されると思いきや、ザクレが前に出てくる。いい、ね、なるほど、手榴弾を跳ね返した直後は攻めるチャンスなんで、そこを見逃さないように。なおかつ確かにスマムラですもんね。ですね、逃げるルートもかけられるといいますか、このルーリングの中で最も狭いステージ。さあ捉えた、崖に追い詰める、 C4 じゃない爆破弾がしっかりと救ってくれましたね。さあザクレーラインをここからどう使っていくか。いいですね、弓で相手の手榴弾の投げるタイミングを見計らって、それを止めるようにしっかりとコントロールしながらスネーク側の手札をガシガシと削っていますね。飛び道具の巻き方もお互いに変わってきた、そんな印象ですか。ですね、先ほどより弓を当てる精度が高くなっているところなんですが、さあダメージ追いついています。横強ザクレの崖が展開されるか、通しますね、うん、有利状況の崖なんですが、シェルダーがないときは、ね、攻めたいですね。そうですね、おっと暴れている、それを捉えている。ガードが削られていくとちょっと台湾が怖いぞ。弓矢を打つ、ジャンプに対して持ってきますね。少し高めの位置にあるんで弓矢で捉えるのが難しそうですね。おっと最終で危ない、空中しろ、素晴らしい。今度はちょっと早めに空中しろ狙ってきましたね。上に行き過ぎてしまうと、やはり弓の捉えられる状況が厳しいので、はい、前出しからのジャスが仕込みですか。ジャストシールド影響この前も見た気がするぞ。結構ハートさんはかなりその多段攻撃であろうともジャストシールドを攻めの起点にするような立ち回りが、ね、しかも今前回生だったんでね、多段技でも当たらないと、うん、ジャストシールドから
さあハートが、おっと、これはやってしまったか、もったいなかったですね。スマブラちょっと下のステージの下の部分が狭いので、ああいったミスが起きてしまうとそのまま倒されてしまう、倒されてしまったか、撃墜してしまうんですよね。そうですね、ニュートラル警告化回避ですね。はい、さあゲーム展開としてはほぼほぼイーブンというところの試合、内容的にはどちらに転んでもおかしくないような状態が続いてますね。さあハートとしては全く油断できない、そんな3戦目だったかと思います。ステージ、まあ、ファイターはもはや変わらないところだと思うので、はい、新しいステージが出てくるのかどうかというところも注目していきたいですね。この試合に関してはハート選手が取ったらザクレイがどこを選ぶかですね。挑戦状、なるほど、2戦目と同じステージが出てまいりました。空中前から積極的に何を狙ってくるが、ハートはしっかり差し返す、横強出し切り、でかい、最大にとってもうシリーダー爆発してもいいと。そうですね、ダメージが加速します。この辺りの横強の余命に関してはいかがでしょう。横強を打っている時にシリーダー持ってたんで、反撃取られたとしても自爆からそのダメージ展開取れるといったような、なるほど、そういった読み合いが回っていたと思います。だからこその横あれですね、出し切りとかですね。そうなんですよね、だったらもう横スマッシュでダメージしっかり取り切ってやろうの、そういった算段でしたね。 C4、 おお、うまい、ケアしています。ザクレー前回避、最速前回避でしっかり受けている。空中後ろ足リーダーに刺さって、うまい、上京しっかり潰している。ここぞという時に取っておいたダッシュ上京、取ってましたね。これはジャンプがない。さあ、とはいえ、ま、おっと、崖に嫌われる。こんなことあっていいのか。人間では管理起こんないんですけど ね、人間では管理できない一つの部分かもしれませんね、あそこは。本当にもう直角の部分、ちょんって触れただけでああなっちゃいますからね。はい、さあ、ただ、試合展開は十分に、どちらに転んでもわからないという。もう、手が効いてる。横強をしっかりと近距離なことを見越して反撃を取っている。前転がりしっかり通した。ザクレ空中上からもう一回刺さる、いいダメージを得た。さあ、そして着陸地がありのセットまで、暴れ移動回避までギリギリの、ね、さあ抜けることを見越してしっかり空中へ仕込んでいます。ザクレ手榴弾で弓を打たせないようにしているのがお見事ですよね。スマッシュ、ね、これはターンが止まらないか。うわ、空中後ろだ。目いっぱい揺さぶりましたね。目いっぱいでしたね。うわ、これもまだ激強次第が、ここの復帰はちょっと苦しくなってくるか。あー、先ほど見た、いやー、見ましたね。シンプルな読み合いですね。立てて逃れたとしてもぐるぐる回ってる状態だと少し厄介なので、だったら本体一回攻撃して C4 じゃないや、ニキータ自体を止めてしまうと3のなんてだったんですが、それを読み切るね、下ルートのリモコンミサイル、ね、さあこれはハートに若干傾きつつあるのか。試合がまだわからない。クエネ崖上がり、ここでダメージは食らいたくない。ここもただ技でしっかりと安定のダメージを取っていきます。着地はされても仕方ないという位置関係なんでしょうか、ね、ですね。ニキータ状態、ニキータ持ってる状態はアーマーがついているので、多段攻撃であってもそのパーセントを超えないとニキータ剥がすことができません。あれですね、サイファーですね、サイファーですね、ごめんなさい。空中へからの転がり方向、怖い怖い、勝負たく仕掛けてきますね。今の前転がりやったらサイファー、おっと、いや止めて、斜め前方向に拾え、着地点をしっかりと見越してましたね。いやー、ここぞというところで決めてきますね。フルセット、フルセット、そうですね、あらららららら ら、まあ、熱い試合が続きますね。まあそうだよ、はい、まあそうなるかな。いいや、じゃあフォロバスでお願いします。最後に選ばれたのはフォロバスティオンということで、1戦目でも見ましたね。さあ、やはり1戦目を取ったものが得られるこの小さなアドバンテージ、はい、ステージ選択ですね。ハート選手の手榴弾の固めが非常にその近接において嫌なパーツでもあるので、少し広めのステージを取った方がいいとの判断でしょうかね。ゆとりを持って手榴弾が途切れたところに攻めに行く、そのスタイルは変えたくないと。
ならばその状態で近距離固められる前に広めのステージを取って弓矢で崩しながら手榴弾投げ返しながら手榴弾の生成のタイミングを作ってそこに攻撃を重ねていくと、じっくり時間をかけてフレームを作っていこうという、はい、もう中央に置かれる C4 は一旦考えないと。さあ最終戦です、ユーザーズサイドですからね、はい、敗北したら大会終了、勝てば優勝の道はまだ残ります、ありますよ。さあ運命の5戦目、会場からも拍手が鳴り響いてます、泣いても笑ってもこれが最後ですね。捕まえるザクレー、当然受け身方向はもうね指が勝手に動いてるかのようなスムーズな振り上げですね。いやいいですね、どっちに来ても僕は対応するのか、これはジャンプがないとまずいのでは、ないじゃないのこれ、 C4 で難を逃れる冷静な判断でした、でしたね、やはりあそこの判断ができるかどうかでスネークスカイの、うまい命中しろだ、手榴弾でルートを自分から作って命中しろで捉えていきますか、ワンタン切れと言っても過言じゃないんじゃないですか、このアドバンテージはあまりにもでかすぎます、でかいですね、捉えていくんだまだ、ハートとしては超苦しいこの試合展開、ダッシュへダッシュへ、もう自爆ダメージもなんとそのですね、そうなんですね、ここでダメージ稼ぎ切ってしまえばどっちが有利が待っている、いやこれ相打ち OK になっちゃうんですよね、そうなんですよ、スネークといえば大体のファイターより重いから誘爆が美味しいファイターですが、ストックが差が開いてしまうとそんなことはないと、はい、さあ弓矢で手榴弾をしっかりと落とさせます、投げてくんじゃねえと、ここはガード冷静だ、さあただハートとしても結構こうして時間を使うんですね、ここで時間を使って油断しないようにじっくりじっくりやらないとね、攻め急いでしまうともうあとはやられてしまうようなのが分かっているんでしょうね、やはり崩しに行くスネークが弱いということを誰よりも彼自身知っているね、ここの着地はなんとか行きたいからのプレッシャーだけ、ダッシュアタック、いいダッシュアタックです、跳ね返しながら帰ってくるザクレーに対して、あーディストレ割れても有利フレーム、あーこれは展開ようやくいきましたね、いや今のは果敢に攻めた結果なんでしょうかね、ですね、ここで仕留め切るとストック3位になってしまえばあとは削り切るだけだと、そういった判断でしたね、はい、ただそれを許しませんでした、ハートストックが並んだことによってまだ逆転チャンスが生まれています、そうですね、さあ台上から引きずり落ちてきましたいい吹っ飛びずらしだ、しっかりとテレビの対角線に飛んでいっていきます、からの移動回避どうす、いいダメージ、ダッシュ攻撃まで形勢逆転なるか、ここ勝負の分かれ目ですよ、ライスさん、この崖が崖で稼ぎきれるかどうか、うまい、いい読んでる、うまいよ、ダッシュアタックまで出られないぞ、縦で飛ばされてしまった、あーおー手榴弾打った指が襲いかかる、襲いかかる、うわー空中後ろだった、偉すぎ、どこまでクールなんだこの男、全然焦らないですね、あんな追われてる状態だと焦ってもおかしくないんですけど、いやそうですね、しかも空中後ろを捉えきれなかったんですよここは爆発しっかり見越してタイミングをお互いに熟知している、ダッシュアタック外に出してここがワンチャン作るか、反射読みのくるくる回してディレイをかけたがザクレしっかりと逃れた、つかまりましたね、高いぞ、リターンが欲しい、はい、ずっと見てる、あ今の回避使うかどうかのチェックが、あ、危ね、今のもすごいですよね、よく避けましたね、投げザクレのターンが終わらないのか、捉えたいハートに対してしここでどうにかどうにか一回着地したい、地獄の着地狩りが着地ができた、弓矢ただターンが終わらない、いやきついぞこれ、いやもうやっていない、ここで倒したい、ここで倒せれば全然やります、お前のストック一個くれ、空中前ザクレ上げない、クラッシュ、倒しきったザクレー、いや
10年エクを駆逐する男、全スネークを倒し者、倒せし者、強すぎる。いやー、勘勘ですね。いやいや、空中後ろ側とかとも見事でしたね。